ウィングマンを極めた人が言うこと、レベル1。いやー、やっぱウィングマンは無慈悲の翼でしょ。アイアンサイト以外使うやつとか理解できねえ。レベル2。よし。よーく狙って。あー。バナナー。あ、いや、こっちの方が当たるわ。レベル3。すかび気持ちいい。センチネルを使った人の反応。レベル1。チャージライフル強いけど、やっぱり撃ってる感じがいいんだよなレベル2。あー、やばい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 。やばい,やばい,いや、もはやショットガン。レベル3。 エイペックス、プラウラーを使った人の反応、レベル1。お、なにこれ一発撃ったら5発も出んのびっくりした。レベル2。2> ああ、敵の溶ける音最高。レベル3。セレクトファイアー、セレクトファイアー、セレクトファイアー、こういースエイペックス、P2020 を使った人の反応、レベル1。うーん、ハンドガンもあるんだ。って、弱すぎね。威力もやばいし、う、てか狙いづら。レベル2。2> ハマポつけたらノージルドパドパレベル3。 拳しか,かたんエーペックスクレーバーを使った人の反応レベル1一撃必殺すげええダメな時もあるいやでも強すぎだろうレベル2敵との距離はざっと 200m といったところかこちら側は高所で見晴らしは絶好これで外すわけがないあーレベル3エイペックスハボックを使った人の反応レベル1 おおおお,お,お、射撃ボタン押したのに反応2倍。誰がこんな武器使うかよ。レベル2、ちゃんと折ってから顔出ししたら完璧なんですよね。レベル3、タブチちーつけると、はエペックス、ロングボを使った人の反応。レベル1、これ、センチネルと違って、画面ブレなくていいね。レベル2、あいや、これ使うなら、G7 とかでいいよな今シーズン。レベル3、 エイペックス、エルスターを使った人の反応、レベル1。おーめっちゃ光るんだけど何この武器レベル2。こうやって扉開けるとかテクニカルなプレイングできるからいいよな敵いないから意味ないけど。レベル3。エルスター無限射撃編。ーーエーエペックス、モザンビークを使った人の反応、レベル1。もしかしてこれって、ショットガンで一番火力低いレベル2。 アリーナで使ってたら慣れちゃったよ。レベル3。おエイペックス、ボルトを使った人の反応。レベル1。え、これいいね。ハンド少なめで好きかも。レベル2。2> いや、これケアパケの時とほぼ変わらんっしょ。強すぎっしょ。レベル3。うーん。ケアケア。 a p ペッディボーションを使った人の反応レベル1打ち始め遅いけどもしかして強いかもレベル99エーペックスフラットラインを使った人の反応レベル1う何この反応横にめっちゃブレるんだけど使いづらレベル2リコイルを覚えたらなんとかなるし近接のこのダメージ半 レベル3どこいちまったんだよヒ,ヒトシンクルエイペックストリプルテイクを使った人の反応レベル 1, 1エネアモ3発使うのいやまあいいけどエネアモってなくなりがちなんだよなレベル2もはやこれはショットがえこれ他のネット被ってるレベル3 ーす,すげえ同時に2発出るショットガンって新しいじゃんレベル2なーんかちょっと前までダブダブなかったからない方が楽レベル38エイペックスランページを使った人の反応レベル1テルミットチャージして使う武器って何かっこよレベル2トーラ破壊できるとかローマン法だなレベル3 あー、テルミットだけもらうか。エイペックス、ヘムロックを使った人の反応、レベル1、1> 3発撃ったら止まるの珍しい。あ、絶対それより別のアサルトモテよ。え、わかったよ。 レベル2、中距離の安定感。遠距離も単発打てるし。いいね、この武器。絶対それより他のやつがいい。しつこいなレベル3、なあお前ももう分かってんだろうああ今日かまだかよエイペックス、オルタネーターを使った人の反応。レベル1、これなんか使いやすい。 あ、でも、つなぎの武器って聞いたんだよな。レベル2。なんか最近一周回った救急よりオルタの方がいいんだよね。レベル3。俺、気づいちゃったんだよな。P20 と RE45 は、ハ<っ>マポ使えんのに、不遇すぎないかお前。